藤田秀正さん、久保建英は年長者順が決まりのバスの席順を守らない。今年9月に FIFA ワールドカップ北中米大会のアジア最終予選を控えている日本代表。不起訴処分となったフォワード伊東純也、スタッドランスの代表復帰が濃厚と報じられる中、ミッドフィルダー久保建英、レアルソシエダが森保一監督や代表スタッフに対する複雑な思いを吐露。両選手はミッドフィルダー森田秀正、スポルティング CP から代表チームの掟をめぐり、指摘を受けている。一方、森田は代表チームにおける久保の異端ぶりを告白。インターネット動画配信サービスダゾーンで先月25日配信開始のうちダーツとのフットボールタイムに出演した際、久保を可愛がっている後輩の一人に挙げると、全然下じゃない。僕の方が6歳年上なのに、同じ目線で来る。おかしい、と指摘。話題が日本代表のチームバスにおける席順に及ぶと、森田は、僕は上から数えた方が早いので、後ろから2番目の座席。なぜ彼、久保が僕の隣に座るのか、と、久保が年長者から順番に後方の座席に座るという暗黙のルールに従っていない現状を明かしている。異端人の背中はまだ遠いな。森田って純也にも舐められてたよな。ちゃんとしたトークスキルないなら変なこと言わん方がええで。わいは酔うから前の席がええわ。知名度低いから炎上しないで済んでるけど、知名度あったら炎上してそうな言動多すぎ。バスの座席なんてくだらないこと考えてる暇あるなら練習しろよ。今の時代でよかったな。中田佐世の時代だったら中田佐世成績若手に取られたとされてて、その年度のせいことになってたぞ。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。